スーパー戦闘アイドル、純烈として活動する、小田井良平さん。長身とダンディーな雰囲気が印象的で、数多くのドラマにも出演し、マルチに活躍しているイメージがありますね。今回は、そんな小田井良平さんの経歴や、妻、リリコさんとの結婚、慣れそめについて紹介していきます。小田井さんは、 1971年2月23日に大阪府で生まれ、小学2年生の時に兵庫県川西市へ引っ越し育ちました。幼少期の情報はあまり公開されていませんでしたが、経済的に裕福な暮らしではなかったようです。スポーツが得意な子だったそうで、高校、大学時代にはバレーボール部に所属していました。 身長180センチメートルの長身は、バレーボールでものすごい活躍をしそうですよね。また、高校時代から友人とバンドを組んでいたそうです。神戸学院大学法学部を卒業した後は、家電メーカーの営業マンとして就職。仙台への転勤が決まったことがきっかけで、見知らぬ土地での友人づくりの一環として、 モデルの活動を始めたそうです。高身長とルックスを生かした勇気ある挑戦ですね。この頃、JA 東北や山形新聞など地域の CM にも出演していました。最初はモデル業と会社員を並行して行っていましたが、モデルの仕事に魅力を感じ、会社の退職を決意。東京に出て、 本格的に芸能界の道へ進んでいきます。そんなお田さんがブレイクしたきっかけは、俳優デビューを果たした2002年の仮面ライダー隆起。仮面ライダーゾルダ役として、ナルシストなエリート弁護士の役を演じました。俳優デビュー作品、かなりのメイン級キャラクターですね。これを機に、 CM やドラマなどメディアへの露出も増え、モデル専門の事務所からアーティストやタレントが多く所属するフロムファーストプロダクションに移籍しています。仮面ライダーのオーディションは30歳未満しか応募できなかったそうで、お台さんは年を2歳もごまかして挑んだそうです。しかしこの時、年齢が若い俳優たちと、 同じポジションにいる自分に焦りを感じていたと言います。そんな中、2007年に純烈のリーダー、酒井和義さんの紅白に出て親孝行しようという誘いを受け、純烈のメンバーに。本格的に歌謡曲を歌った経験はなかったそうですが、俳優業で焦りを感じていたこともあり、比較的軽い気持ちで、 歌詞の道に進んだそうです。しかし、その後は困難が待ち受けていました。約3年間の下積み時代を経て、2010年、涙の銀座戦でなんとかメジャーデビューを果たしましたが、なんと2年後に所属レコード会社、ユニバーサルミュージックとの契約が打ち切りに。苦しい時期を過ごしました。全員が お題さんと同じように本格的な歌の経験がなく、有名な方のお墨付きがあったわけでもなかったため、最初はうまくいかなかったのも当然だと思います。けれども、そこで諦めず、そこからコツコツと営業を重ね、新たに歌える場所を探していきました。そんな中、スーパー銭湯や健康センターからお呼びがかかるようになり、 現在の形に近づいていったようです。このような場所で純烈がブレイクしたのは、お客様との距離の近さがあったからだと思います。純烈のメンバーは歌い終わったらすぐ帰るのではなく、一緒にお風呂に入ることや、お客様の足腰を気遣って話しかけることも多くあるそうです。そんなファンに寄り添う気遣いが、 このスーパー戦闘アイドルというポジションを獲得する上で何より大切なことだったのかもしれませんね。2016年にはシングルがオリコンチャートで1位を獲得するようになり、2018年には初の冠番組レコード大賞第69回 NHK 紅白歌合戦への出場も果たし大活躍。 純烈結成当初の夢である紅白に出て親孝行を叶えたのでした。それまでの道のりの中でお台さんは辞めようと思ったことは何度もあるけれどもファンに対して結果を残すことがないまま辞めてしまうのは失礼じゃないかという思いを持ち続けていたそうです。軽い気持ちで始めた活動もファンの存在が お台さんを、純烈のグループそのものをつないできたのですね。そんなお台さん、プライベートでは2017年に同い年のリリコさんとご結婚されています。二人の出会い、慣れそめとはどのようなものだったのでしょうか詳しく紹介していきます。きっかけはリリコさんが水曜レギュラーを務める。 フジテレビ系情報番組ノンストップ番組内で純烈の密着 VTR を見たりりこさんは初めてお題さんを見た時からすでにこの人と結婚する気がすると感じていたのだと言います不思議と引き寄せられたというのはまさに運命の相手だと言えそうですねその後2017年 5月に放送された CS 番組演歌男子で2人は初めて共演し連絡先を交換。リリコさんがスタッフを経由して連絡先を渡し、その夜にお台さんが電話をしたそうです。1ヶ月後には2人でご飯に行き、すぐにお互い惹かれ合ったと言います。結婚の発表は、 2018年4月2日放送のノンストップでした。当日にゲスト出演していたお田さんは、このスタジオ内に結婚相手がいると報告し、僕の奥さんはリリコさんですと婚姻届を提出したことを発表しました。交際1年も経たないスピード婚です。挙式は、 2019年の7月27日に、リリコさんの故郷であるスウェーデンであげました。TBS 系番組、日立世界不思議発見では、その結婚式の様子が放送されましたね。お台さんは初婚ですが、リリコさんは30歳くらいの頃、一度結婚をしており、6年ほどで離婚。お台さんとは再婚となります。 彼は結婚の決め手について、先にお風呂に入らない、先に寝ない、など、自分を待ってくれる日本人らしいところが良かった、と語っています。強引で肉食のイメージがあるリリコさんのギャップが好きなのかもしれませんね。しかし、そんな二人には離婚の危機も噂されていました。2018年、 8月に放送された人気芸能人のいたずら料店ハプニング100連発という番組のドッキリが原因となったようです。ドッキリ企画の内容は料理店のメニューと見せかけて実は奥さんの手料理を出し旦那さんが気づくかを試すもの。お題さんはリリコさんの作った料理に対してなんやこれしょっぱい と発言し、愛用している食器にも気づかなかったそうです。さらに、リリコさんの体型への不満も言ってしまい、しばらく気まずい空気になったそうです。ただ、その後は仲の良さを取り戻し、挙式も上げていますし、2020年には、いい夫婦パートナーオブザイヤー2020を受賞するなど、 憧れの仲良し夫婦として称えられるようになっています。お題さん、これからも奥様とお幸せに、そして今後の芸能界での活躍も楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。